今日の動画では朝に食べると勝手に脂肪が最大効率で燃焼する栄養素についてご紹介をしていきます。ダイエット成功の鍵は朝ごはんと言われるほど効率よく痩せるためには朝食が重要なポイント。というのも朝食というのは食べるだけで代謝が上がるので脂肪が燃えやすくなるんです。ということで今日は朝に摂ることでより脂肪が燃えやすくなる栄養とおすすめの朝食例をご紹介していきますね。朝に食べると脂肪が燃焼する栄養素の一つ目です。タンパク質。実は人の体というのはカロリーを摂ると同時にカロリーを消費してくれているんです。これは食事誘導性熱産生という代謝によるもの。そしてこの食べることによって熱を生み出す力は糖質、脂質などの他のカロリー源に比べタンパク質が一番高いんです。なので朝にタンパク質を摂るだけで1日を通して代謝が高い脂肪が燃えやすい状態を作ることができるんですね。またタンパク質は食欲やメンタルを安定させる効果のあるホルモンの材料にもなるのでその日1日の食べ過ぎやストレス食べを防ぐ効果が期待できますよ。朝に食べると脂肪が燃焼する栄養素の2つ目です。脂質 EPA ですね。タンパク質と同じくカロリー源である脂質はやはり体内で熱を生み出して代謝を高める効果が期待できます。そして脂質の中でも特におすすめなのが EPA という脂質です。サバやアジなどの青魚に豊富に含まれていることで有名ですよね。私もこちらはね、楽天でまとめ買いしているんですけれども、この EPA を摂ると GLP-1 というホルモンの分泌が促されて、血糖値の抑制や食欲をアップさせる効果が期待できるんです。また EPA は体内の炎症を改善する効果や血液をサラサラにする効果も期待できるので、この点からも代謝アップ効果の高い脂質と言えますね。朝に食べると脂肪が燃焼する栄養素の3つ目です。糖質。糖質制限ダイエットの流行によってダイエットのためには糖質はできるだけ取らない方がいいと思っている方も多いですよね。しかしタンパク質、脂質と同じくカロリー源である糖質も体温、代謝を上げてくれる効果が期待できます。そのため糖質の種類と量さえ意識すればむしろ糖質はダイエットの味方になってくれる栄養素なんです。またカロリー源の中でも糖質は特にエネルギーとして活用されやすいので活動前である朝に糖質をね摂っておくことがおすすめです。朝に食べると脂肪が燃焼する栄養素の4つ目です。食物繊維。食物繊維というと、便秘解消効果の高い栄養素として有名ですよね。実は便秘が解消すると体重が落ちてぽっこりお腹がねすっきりするだけではなくって腸内環境が良くなることで代謝がアップするんです。なぜなら栄養の吸収力が高まったりダイエットに効果的なホルモンが分泌されやすくなるからです。また食物繊維は糖質の吸収を穏やかにしてくれるんです。血糖値の急上昇を防いでくれる効果もあるんですよ。血糖値が急上昇すると血糖値を下げるために糖が脂肪として蓄積されます。そのため食物繊維は脂肪蓄積の予防効果もあるんですね。朝に食べると脂肪が燃焼する栄養素5つ目です。ポリフェノール。ポリフェノールというとアンチエイジングに効果的な栄養素として有名ですよね。これは抗酸化作用といって体の酸化を予防改善する効果があるからです。そして体の酸化は老化だけではなくって代謝を下げる要因にもなります。そのためポリフェノールを積極的に摂取することで代謝を高める効果が期待できるんです。ではこれらの栄養を含む食材には一体どんなものがあるのでしょうか。忙しい朝でも取り入れやすい食べ物をご紹介していきますね。脂肪燃焼効果のある朝食1つ目です。納豆。
朝食の定番である納豆は、先ほどご紹介した栄養を全て含んでいる最強食材。しかも調理の手間がなく、価格も安いので忙しい朝でも負担なく継続的に取り入れられるっていうところも魅力ですよね。また発酵食品である納豆はよりデトックス効果、腸内環境の改善効果が期待できます。私の場合、同じ発酵食品であるキムチと組み合わせて腸活効果をさらに高めていますよ。脂肪燃焼効果のある朝食の2つ目です。シラスやサバの水煮缶ですね。青魚であるシラス、サバの水煮缶はどちらも EPA などの良質な脂質、タンパク質を豊富に含む食材です。しかもどちらも調理いらずなので忙しい朝でも簡単に取り入れやすいと思います。ご飯のお供としても合いますよね。ちなみにサバ缶は味噌煮だとね、美味しいんですけれども、やはりね、砂糖、添加物、たっぷり入っているものが多いですね。なのでダイエットには逆効果になっちゃうこともあるので、ダイエット効果高めたい場合はやはりね、この水煮缶、こちらを選ぶようにしてみてください。私用のおすすめはこの愛子ちゃんです。青臭さがなくってとても食べやすいです。私ももともとサバの水煮缶食べられなかったんですけど、これはね、食べられました。概要欄でもね、紹介しておくので、気になる方はね、ぜひ参考にしてみてください。脂肪燃焼効果のある朝食の3つ目です。もち麦ご飯、オートミール。もち麦ご飯とオートミールは良質な糖質、食物繊維を含む炭水化物です。そのため朝のエネルギー源としておすすめな食材。ちなみにもち麦は白米に入れて炊くだけで OK で、他の雑穀や玄米とは異なりプチプチした食感で食べやすいのも魅力です。我が家の6歳の息子も大好きです。またオートミールは水を含ませてレンチンするだけで簡単にご飯のように食べられますし、他の炭水化物類よりも糖質が低め、加えて和洋中どんな味付けにも合って、シリアル風、おかゆ風、リゾット、チャーハン、おにぎりなど多様な活用ができるっていうのも魅力です。脂肪燃焼効果のある朝食の4つ目です。味噌汁、温活作用のある味噌汁は代謝アップ効果が高いメニューです。また汁物は満腹感が得られやすいっていうのもおすすめポイント。加えてタンパク質、食物繊維、ポリフェノールなどの代謝アップに効果的な栄養素も豊富なので、朝にとっておくことが特におすすめなんです。またキノコや海藻、野菜などを加えればさらに栄養をプラスすることができますね。朝から味噌汁を作る時間がないという方は、前日の夜にね、多めに作って冷蔵庫に保存したりとか、インスタントの味噌汁でも OK ですよ。私はよくね、味噌玉を作って、それを冷蔵庫で保存して、味噌汁作るときはもう味噌玉ポンと入れてね、簡単に作っちゃうことが多いです。脂肪燃焼効果のある朝食の5つ目です。コーヒー、緑茶です。眠気覚ましにスッキリしたい朝は、カフェイン豊富なコーヒーを飲んでいる方も多いのではないでしょうか。実は、コーヒーにはクロロゲン酸というね、ポリフェノールも豊富なので、ダイエット効果が期待できる飲み物でもあるんです。また、同じくポリフェノールやカフェインが豊富な飲み物として代表的なもので、緑茶ですよね。特に緑茶に含まれるカテキンというポリフェノールは、血糖値の上昇を抑える効果、脂肪燃焼を高める効果がね、こう増すというふうにも言われています。ペットボトルの緑茶でも OK です。忙しい朝でも取り入れやすいですよね。ちなみに朝におすすめなコーヒーについては、こちらの動画でね、詳しくご紹介しているので、概要欄から参考にしてみてください。海外で大流行、コーヒーレモンで手軽に痩せるルーティーンの紹介しております。私の食べて痩せる食事法を簡単3ステップで学んでみたい方は、ぜひ私の無料公式 LINE、一番わかりやすくておすすめです。レシピもプレゼントしています。概要欄からお友達追加してあなたのダイエットに役立てください。ではチャンネル登録、高評価どうぞよろしくお願いします。食事からピッティー、保健室の松田理恵でした。じゃあね、バイバーイ。